がまたすごいんですよ、あの監査法人との喧嘩が。ね、監査法人はですね、当時、ウェスティングハウスを見てたのはアンスト・ヤングっていう、まあいい。あの悪名高い。グローバルのね。うん、監査法人が。そうですね。ね、で、一応ですね、岩井は、そのウェスティングハウスに疑念があると、ダウトだと、うん、だから、まあ、幻想してくれとかね、そのあなたたちが書いてるこの、 あの成長カーブはあまりにも 急すぎて、これはリアルじゃないので、もうこうしてくれと、で幻想してくれということは何度も言ってる。でその度に東芝の経営陣は、その原子力の素人のお前らに何が分かると、俺たち原子力プロの俺たちがこう行くと言ってるんだから、って言われちゃうと、監査法人ってそれ以上言えないんですね。うん、あの要するに捜査権もないし、基本的に彼らがやるのは、その会社が、当該企業が出してきた資料に間違いがないかをチェックする。会社法上のね、仕事なので、その出してきた資料そのものがに悪意を持って書き換えられていたら、それを否定することはできない、捜査機関ではないから。ただいくらなんでもこれはないでしょって言いながら押したり引いたりしてるんだけど、その都度負けてきたヘタレだったというのは事実です。なんか家の監査法人言うこと聞かねえから、この野郎ちょっとやめさせて家に振り返ってるでしょ。書いてます ね、はい。 でこれは、まあ、アンスタイングの肩を持つわけじゃないですけど、でアンスタイングが EY がうるさいわけですよ。でもう毎期毎期四半期ごとに、ここどうなってる、これはどうなってるっていろいろ聞いてくるんですよ。でそれをかわすために、今度東芝はデロイトを雇うんですよね。デロイト投手で、これその監査法人っていうのはずるくって、そのアカウンティング監査部門とコンサルティング部門と持ってるんですよ。でこっちで抜け道をし、利益廃反するんですよ。 それはそう、ね、だけど全て のビッグフォーって言われてる監査法人は両方持ってる。でひどいとこになると、こっちで監査して、こっちで監査、コンサルを同じ会社でやったりする。抜け道を授けてるわけ。ひどい、完全にマッチポンプなんですよ。こうやればこれは認め、この利益を認めますよとか、ここの消却認めますよとかっていうのを両方やるわけですよ、アクセルとブレーキを。で、東芝の場合はたまたまこっちのブレーキ役が EY で、うん、でアクセル役に東芝が契約したのはデロイトでしたと、でこのデロイトがいい仕事するわけですよ。いい仕事をして、ちょっとここで多分ここを聞いてくるから、ここはこうやって備えておいてくださいみたいな風になって、もう それのやり取りのメールとかも全部手に入れましたけど、もう完全にデロイト依存症ですね。先生今度はどうしたらいいでしょうかみたいな。で東芝 の迎賓館が あるんですけどね、東芝会館っていうのがね、そこでそのデロイトのコンサルを東芝の役員が接待してる。逆でしょと、だってお金払って雇ってるわけでしょと、なんでそんな接待してるっていうと、もうこの人に全部握られちゃってる。もう先生また来期もぜひよろしくお願いしますみたいな。でこれはなかなかななかなか立派な予定ですなみたいな、そういう情けないやり取りも全部メールで残ってる。その東芝内部の、まあ、それは監査法人の実態は分かりましたけど、東芝内部の監査部っていうかどうなってたんですか。それもうこれはスルーですよ。もうその経営陣と一緒ですか、一蓮托生。これは監査の人だったり財務経理の人だったり、たくさん取材しましたけど、それはもう特に原子力部隊は、関東軍だった、だからそのもう統制が効かないんですよ、あいつらは。いいんだと、お前らに原子力何が分かるんだと言われちゃうと、もうみんな黙っちゃう。さっきのね、内部告発、内部告発、あれをね、奨励するそういう目安箱みたいなね、一応作ってあったんですよね。ところが誰もあった7年間8年間の間、一通の内部告発もなかった。ないんだよ。で、発覚したのは、発覚したのは最初に、あれですね、証券等取引監視委員会、日本版セックに、これ1月かな、この年の、この年の1月に、一通の内部告発が行くんですよ。でこれは、インフラ部門だから原子力、原子力でその工事の、見積もりを、不正にやってるという告発がいくんですよ。で匿名で言ったんですね。匿名で言った、でこれは、何を指してるかっていうと、こっちが原子力ですね、でこいつが、社長だったわけ、でこっちが会長だった、はい、
小池会長、うん、ね、でこの人経団連会長になりたかったですね、うん、だけどこの人にダメだって言われて、なれませんでした、うん、でこの人が、安倍さんの大変お気に入りにだったので、この人がね、あれ経済諮問会議の委員なんですね、うん、で諮問会議の委員ってあの経団連会長の有力候補なんですよ、うん、でその瞬間に、うん、メラメラっとくるわけですね、うん、もう俺がなれなかったお前ごときがと、うん、だからまあここはあの裏取れてませんけど、裏取れてませんけど、なんでその原子力でズルやってるぞっていうあの垂れ込みがあったかっていうと、まあ言われてるの、社内で言われてるのはこっちの一派がこっちを指したと、でそうするとほどなくパソコンでも不正やってるぞっていう2通目があのセックに入るんですよ。でその2通を持ってあんたのとこ一体どうなってるんだって言って入って調べてみたら結局2600億出てきちゃった。だから発覚のその原因は おそらく、中の権力闘争だと思われます。結構アホな話ですでも社員は、ね、政党っていうのはさ、野党の構成じゃ絶対潰れない、内紛で潰れるんですよ、ね、政権っていうのはね、なんか似てるね、こっちもね、企業も内紛でね、そうですね。あ、ただね、その、まあ、僕もあのその新聞社で、あの東芝の問題っていうのはあの訴訟問題でね、前からあの気になったのは、あの99年かパソコンの、うん、ディスクなんとかドライブなんとか、ね、ハードディスクの、はい、あの NEC かなんかが、そのアドバンスの出してその故障しないっていうのを出したのに、東芝はそれを知りながら入れなかった、だから故障するんだみたいな、あのアメリカ特有のその訴訟を吹っかけたわけだ。あれはどこだっけ、ヒューストンかなんかだったかな、あの要するに日本が訴訟を起こされて絶対日本が勝ったことのない、要するに非常に人種偏見の強い南部のあのそのなんていうの、裁判所でやったのよ。それで、1100億円の、結局和解っていう格好で、要するに故障もしてないあのパソコンについて1100億円払いっていうのが出たのよね、うん、でこの問題についてあの僕はその前にあの、文春から出した、まあ、産経新聞時代に米国の訴訟事情っていうのを書いてるんだよね、うん、でまたやりやがったそのアメリカはね、うん、でその時にそのあのまず、まあ、マルさんいるけどさ、あそこに領事館があるわけで、うん、米国には十何箇所ね、あれをあの日本人含めて日本法人も含まるはずよね、その行事の仕事はね。だからあの訴訟問題が起きた時にやっぱりあの外務省はちゃんとウォッチしてんのかなっていうのはもう一つと、それから新聞記者だったら当然やっぱりカバーすべきなのに、その東芝がやられるだけのを、つまり横のものを縦にして日本で報道してるだけでさ、僕は最後にやったのがその3年前のあの三菱自公のセクハラ問題で、うん、もうめちゃくちゃな訴訟だったわけだ、うん、その、 あの集団訴訟だったけど、であの時なんだこの訴訟はっつってね、うん、あの三菱の大井根尾っていう人が社長だったんだけど、うん、もうこんなもう本当に法律は死んだ、ジャスティスはないとこの国は、うん、っていうようなもう外端だったけど、もうあっちの新聞がわーわー書き立てるわ、からあの時はケネディじゃない、あの、クリントンだよね、うん、でクリントンの司法省が中心になって、うん、あの時は雇用機会均等委員会やったんだけど、その日本企業をやるためにわざわざ日系人を雇い入れてたりしてね、用意周到の悪さをやってるわけだ。で恐喝訴訟して、34億ドルかなんかをね、あの時はあの三菱から取ってんね、うん、で東芝はもうそれを超える110億ドルだからね、うん、もう110億円、あ
じゃあ1100億円や、ね、あ1100億円、うん、だから、うん、あのすっごい額よ、うん、あの三菱の3倍以上だよね、うん、やられてる、うん、でこれ争ったからやられたの、あれ3倍速で、じゃもう争えないから、うん、和解を、つまり日本側からの、うん、政府からのバックアップもない、それからメディアがバックアップしてやんないわけよ、うん、一切あのざまみろみたいな三菱事故の時なんかさ、もう日本には女を蔑視する風習があるんだけど民族ステレオタイプ化した批判がもうあのニューヨークタイムズやワシントンポストに出てるわけよ。でそれでも新聞は一切さ、もうアメリカ側についてリポートするだけなの。で東芝の時は全く同じだ、今度の場合もそのなんていうの、確かにね、日本側はその抜けてるとこあるし期待可能性があるけど、ちょっと一つ引っかかってるのは、その2006年にウェスティングハウスを買収した時に、その2005年という時にね、その先ほど言った原子力規制が、あの 9.11 を予想して、あのハドソン川の河口の、あの原発に4基目は突っ込むはずだったんじゃないかっていうんで実験までやって、それであの実際にファントムかなんかをね、そのモックアップに突っ込ましてさ、それであの何すればいいっていうんで、当面あのこういう予備発電を別のところ作れみたいなあの指導を出して、それは2005年なのよ。でだからその時にね、あんま東芝はまああの福島に関係してんだけどさ、もしさその原子力規制のそういう規制が強まって、もう作る方が費用がかさむみたいな、うん、まあ、お話でしたけど、ね、うん、その時にこの B5B って言ったかな、B5B っていうね、あのそのこうなんていうの、その警戒っていうか、もう必ずこれをやりなさいっていう警報が日本に伝わってれば、あの GE だけど、GE のそのあれは GE もウエスティングハウスもなしに米原子力規制が出してんだからね。それであのもう予備電気をね別のとこ置けって言えば、あの 3.11 はなかったんだよ。だからそれはこの段階で、だからウエスティングハウスは知ってながら言わなかったのか、東芝は知ってたら必ずやってると思うしね。だからこの辺にごちゃごちゃある。だからそういうことがさ、この B5B があの最後に分かってきたのが、もう 3.11 が終わった後にやっとあの石川道夫さんかなんかだね、僕が聞いたのは、それが出てたっていうことを、あの要するにもう後の祭りになってから出てきてるわけだ。でその前だったらあの福島だってさ、予備電源をあちこちに作って、ああいうトラブルはなかったわけだ。何にも教えないっていうのはアメリカ側にものすごい問題あるし、それからそういうアメリカ側のやつ、僕は今度はもう完全にウェスティングハウスの引っ掛けだと思うしね。それから今やってるウエスタンデジタル、あれだってもう訴訟、あのインチキ訴訟だよ。あんなもんで結局日本側の東芝一人さ割り食って潰れるっていうけど、アメリカの汚さ、この訴訟の汚さっていうものをやっぱり一面はっきり出してね、東芝をなぜ救わなかったのか、あのそれはメディアも含めてね、やっぱり問題があるんじゃないかっていう気はするの、あのそもそもさ、その売れてるうちはその会社は売りませんよ ね、 そうですね、品物が売れてるうちは ね、 ね、うん、だから売れなくなったから会社を売りに出そうってわけでしょ、うん、その時に、うん、なんかこう減損抱えてんじゃねえかと、うん、いうふうに普通なら考えるじゃないですか、ですね、ね、うん、で実際あったわけだからね、途方もない減損を抱えてたわけでしょ、うん、それを非してね、うん、それをあの会社を売ったと、うん、いうのはこれなんか法律的に対抗手段取れないんですかねそれは、なんだろうな、資本主義のルールで言うと、騙された方が悪いよね。いや、まあ、それはそうだろうけどね。なっちゃうんですよ。だってその調べる機会は十分にあっただろうとか。会社だって一つの商品だからね。その欠陥主義だったわけでしょ、早い話な。
ただそのクーリングオフみたいなのもあって、はい、そのクーリングオフの期間が済んでからギャーギャー言っても、うん、でもちゃんと制度はありますよと、うん、であなたその間にちゃんと申し立てましたかと言うと、うん、いやってなっちゃうぐらいリテラシーが低いんですよ、うん大体ね、そういうのってね、小さい字で書いてあるんですよ。まあ、どっかに保険のあれみたいに。それでね、あの日本人はね、私なんかそういう交渉に入ってたらね、うん、いや、大丈夫ですよ、うん、あのでこれ読まれましたって私なんか言うんですよ、うん、大丈夫ですよ、あのね、都合が悪くなったらね、話し合えばいいから。うんで向こうは都合が悪くなったらここに書いてあるだろうって話なんですよ、ね、まあ、もうおっしゃる通りです、その通りです。で日本の経営者は日本流でやりたがるんで、よく西田さんもそういう西田さんもそういう典型でしたけど、あの多少英語が喋れたりするとね、もうフェイスとフェイスだ、トラストミーだ、いちいちそんな細かい情報読まないよ、読まない読まない、俺がお前、俺とお前のその関係でやったんだろみたいなことを言ってコロッと騙されて帰ってくる。私なんかなんとその小さいところが重要なんだから、うん、あの景気が悪くなった時、状況が悪くなった時にはこういう手段を取るぞっていうのが小さい字で書いてあるんですよ、うん、で日本人はね、そうなったらね、話し合えば、話し合えばいいっていつもやられてるんですよ。だからね、やっぱりその日本のこういう大手も含めてね、やっぱりグローバル市場というものに対する対応ができてないっていうか、認識が甘いんですね。そういうわけではいないんですよね。だからもともとこれ欠陥車だったから売りに出たっていうね、そもそも最初のその認識がどれだけあったのかね、あのおっしゃったようにね、だってこんなウェスティングハウスみたいな、そのいやネームバリューのある会社がね、一応売りに出るなんていうのはね、なんかおかしいから出るんだろうというところから出発しなきゃならないですよね。でも日本はその辺がやっぱりおっしゃったようにね、性善説かなんか知らないけども、あの、うん、それはね、だから結局ね、私のこれだけじゃないですけどね、その他にもあの高田もそうだけどね、もう全部ねグローバルに進出して失敗してんですよ。それはかつてね、ロックフェラーのあのあれを買ってね、なんかビルを買って、ね、三井商船が二束三文で買い戻されたりね、もう懲りてるはずなのにまだ学べない。だからね、日本はね、残念ながらグローバル市場やっていけないんですよ。ペブルビーチ僕は無絶対そうです。そうそうそう、それの教訓にしなきゃならないんですよ、今度の東芝問題はね。だからおそらく東芝自体がね、今おっしゃったように問題があったのはその通りなんだけど、その背後にね、あの高山さんがおっしゃったようなね、これで儲けてやろうというね、ワルがいるわけですよ。だからそういうね、そういうワルと対峙するのに、あのさっきあの浜田さんのご指摘でね、ご説明しましたように、そのスライスしてはめ込んでるじゃないですか、うん、だから原子力専業企業じゃないんですよ、うん、でそうするとマネージメントの中に原子力が分かるやつは何人いるんだって話になるんですよ、うん、で握手してダンとかって言って「アイトラストユー」とかって言ってるやつはど素人だったりするわけですよ。では一つ基本的なこと、あの原発に将来はないっていうけど、やっぱり日本はやっぱり原発に頼らなきゃこれからもいけないしね、その時にね、確かに先ほど言われたように、僕は確かに GE よりは、あのボイリングウォーターよりはそのこの加圧水型の方が、あの要するに片っぽほら一時冷却水で全部やっちゃって、構造は簡単だけど安全性から言ったら加圧水型の方が高いし、今の日本の原子力規制も加圧水型どんどんやってて、今度やっとあの沸騰水型をあの認めましょうかみたいな感じやん。だからあの加圧水型決して僕は将来がないとは言えないような気がするし、その今ね、だから売り時じゃないんじゃないかみたいな気が、あれを読んだ時にね、うん、どうなんですその辺は。そこはですね、技術的なあの観点と経済的な観点がありまして、で経済の方で申し上げますと、実は昨日12月6日がですね、あのウェスティングハウスの、再建計画の提出期限だったんですよ。バンクラシーコートに、あの出すね。でそれもチャプター11の、チャプター11の、ウェスティングハウスは完全に今年の 3月29日チャプター11で、で、再建計画の提出期限が、本当は8月だったんだけど、8月間に合わないから12月ってなって、で12月の6日、昨日をもう一回スキップした3月になった。
うん、だけど昨日その提出された資料の中で、今ウェスティングハウスの債権者がその申し立てをしますよね、うん、俺いくら貸してますって、うん、債務の合計が777億ドル、8兆6000億、桁違い、億ドル8兆6000億、4期で、つまり1期あたり 2兆ずつです、うん、つまりそれで今完成が3割か4割かな、うん、で電力会社を要するにこれをやりきったら8兆が16兆になっちゃうわけで、うん、だから止めたんです、うん、で止めたんだけどもう今までに使っちゃった金が8兆6000億あるんです、うん、でこれをそんなベースで再建計画かけないよねって話になって、あの今延期になったんだけど、3月時点でどうすんだと。で僕の今までの取材から言うと、この東芝がウェスティングハウスに対して親会社保証で払って、もうだから手切れしましたって東芝は説明してますけど、払った総額は6000億です、うん、これを、2020年までに分割して払うって言ってるのかな、なんだけど6000億って端数なんですよ、うん、そ こっちの8兆どうすんのと。でじゃあそれも東芝の責任なの。だってウェスティングハウスの親会社ですよ。筆頭株主はいまだに東芝ですよ。じゃあもう東芝も潰さないといけないってことになる。だから僕は少なくともでその8兆をいいよいいよもう分かったよ俺のところで何とかするよっていうトランプだと思いますか。しない、絶対僕8兆円の請求書しない、しない。でもっと怖いのはそれと同じものを同じ数中国で作ってる。ウェスティングハウスはこれも絶対うまくいってるはずがない。アメリカで作れないものが中国で作れるはずがないから、うん、だけど中国はここまで一言も何のもんコンプレインも来てないんだけど、そう、あの受注した4機のうち2機はなんか中国だったっけ、うん、確か、うん、中国の原発事情ってどうなってんだ。いや中国はもう原発220基作るって決めてますから、ね、うん、もうガンガン作ると思うけど、そうだから中国はすごく困ってると思う。いやでも私ね、多分ね、東芝の他の持ってる半導体とかもう全部くれるんだったらうちの分はいいよって言うかもしれない、うん、でももう海洋と三門で作りかけちゃったやつが、うん、おそらくだからもう8兆使ってるわけですよ、うん、あのアメリカと同じことが起きてるとすればね、うん、でこれをウェスティングハウスに完成させる能力はもうないわけですよ。はいはいはいない、はい、じゃあこれをじゃあ誰が弁済しますかと、はい、そうすると最悪のケースで言うと我が国に都合16兆円の請求書が来ます、はい、これを作っちゃったのは東芝ですって話だから、これね、あの半導体メモリー売って2兆円ですって言って全然片付く話じゃないと思います。全くだね、どうするよっていうか、ね、すごい話になってきたね、これね、これ先般誰っていう話になると、うん、誰になるの。もう要するにさあそこだよ、そこだ。これから先端探しっていうか、いや先端探しっていうか、ね、なんか政権も関係ありそうだし、要するにね、一生懸命あの原発あれこれしたらこの西田って社長だよね、これを社長にしたのはこの男なんだよな、うん、西室、ね、それから、うん、これね、あの佐々木の良、これはあの核物理科なんか大学で研究してる、こっちはあの哲学者、両方ともリーガルマインドがないってはないんだよ、もともとさ、うんね、でこれを社長にしたのもこれなんだよね、うん、つまりこれの院生ですよ、うん、あの西室ってね、西室泰造って昔ね、あの東芝はね、石坂泰造っていうさ、うん、なかなかの人物があの経団連の会長になってね、これは東芝出身なんだけど、泰造っていう名前なんだ、同じなんだ、名前は同じでも名字違うと格も違うかっていうのはね、うん、ひでえよなこれこの人間関係ちょっと話してくれよこれ、はい、ね、どうしようもないよ、ね、そうですね、だから、まあ、この人も経団連会長にものすごくなりたかった人ですね。ね、で東芝っていうのは会社の悲願として経団連会長3人目を出したいと、うん、言ってるんですね。でこれはちょっと面倒くさいんですけど、うん、はい、あの大抵の人が誤解してるんですけど、石坂泰造とどこ東芝、はい、を輩出した東芝って言いますが、はい、2人とも、うん、雇われですね。そうなんだよね、もともと石川島播磨の人ですね、はいはいはい、でじゃあ石坂泰造がなんで東芝に行ったかっていうと、東芝は戦後、コミュニストの、牙城になっちゃうんです。東芝労働争議の一大拠点だったんですよ、府中って。
でここが乗っ取られて、そのどうしようもないぞと、で日本がその石化するぞという、うん、そのギリギリのところで財界としてエースを送り込んで、この労働争議を収めろって言って送り込んだ切り札が石坂泰造だったんですよ、うん、で石坂泰造がその一番過激な労働組合と、切った張ったをやった末にねじ伏せるわけですよ。なるほど。でねじ伏せたからこの人が一番すごいねって話になって、うん、経団連会長になるわけです、うん、なるほど、うん、で石坂泰造が抜けた後、うん、また来るんですよ、うん、またこうもぞもぞし始めて業績も悪化して組合が暴れ始めて、うん、で、ダメになってきたから石坂が自分の愛弟子のどこを、うん、どこお前ちょっともう一回 俺の後行ってこいと、うん、行って石張からまた行くんですよ、うん、でこのどこが怒号のどこで、うん、お前らでやってるんだ経営じゃねえとかって言ってガーってやってで立て直して経団連会長行くんです、うん、だからもともと東芝ってダメな会社なんです。生え抜きがいない、いないで、ほっとくとすぐにあのがぐちゃぐちゃになる会社なんですよ。でそれはなぜかっていうと基本的に国策企業だから、国の注文を受けて東電の言われた通りのスペックの、あれを作ります、発電機を作ります、NTT に言われた通りの通信インフラを作りますっていうんで、基本親方日の丸でやってきて、それであのがっぽり稼がせてもらった、その余力で半導体やりましょうとかテレビやりましょうとかってやってる人たちなんで、基本的にあんまり商売人じゃないんですよ。でいざとなったら国が助けてくれるっていうのはもうその頃からあるわけですよ。でだからすぐにその労働争議とか、経営が甘いんですよね、もともと親方日の丸で。だからその従業員も暴れちゃうし、っていうその繰り返しで来たところの、そのやっぱりそのよらば大樹であのお国のためにっていうのが一番はっきり出たのがこの人 で、この人東芝辞めた後、東証の東京証券取引所の会長をやり、その後に日本郵政の郵便の、会長、郵政民営化の時にね、社長をやり、社長をやり、なおかつ、戦後70年談話の、座長もやると、まあ要するに御用経営者ですよね。それでこれはあれだ、あの日本郵政の社長としてね、これなんだっけ、6000いくらであのオーストラリアのトールっていう、はい、あの6000億で買いました、会社を買ってね、そう結果として4000億の赤字こいたと、うん、要するに同じウェスティングハウスと同じことやってるんですよ、全くこれね、石坂泰造やなんか引っ張ってきたの、国が引っ張ってきた、ね、それはね、石坂さんあんた行ってくれって言ったのは財界の人だと思います、財界の人じゃ、今度は誰も言う人いないの、このこんだけバカが並んだ時に、今度は経産省が何が何でもその原子力政策をあの継続するために国で支えると、国策で、うん、でそれをその産業革新機構からどんどんお金を入れて支えようとしてるので、東芝の人たちはいまだにのほほんとしてる。だって産業革新機構っていうのは2兆円ぐらいしかないでしょ、16兆ぐらいかな、あれ延長しますよ、あれあれあのだから15年 の期限立法でやってるんだけど、あれもうすぐあの今経産省やってるのはあれを延長する、で延長するときにはもう一回あのファンドの額を増やしますから、あそうですか、うん、すみません、レベルがだいぶ違いますけど、そのこの間おっしゃった、はい、粉飾決算の担当局長ですか、その、うん、どういうふうに思ったかっておっしゃって、そしてアヒマンと追肥しておっしゃいましたよね、いやだからさっき言ったじゃないか、達成感だって、達成感で、いやその時に、うん、何でしたっけ、おっしゃったこと、最大の悪は、ああのそうですね、だからやっぱりね、 この人たちをあの悪者にしちゃうとすごく簡単なんですけど、うん、僕取材してて怖いなと思ったのは、そのまさに、うん、あの罪悪感じゃなくて達成感感じましたっていうね、うん、そのサラリーマンの、うん、サラリーマン根性たる、うん、最たるものなんだけど、その要するに上司がやれとか会社のためにやったんだから、うん、それはその違法であってもあの不道徳であっても構わないんだっていうね、僕は悪くない、あのそれはもう東芝今回のその粉飾決算この原子力のこのグダグダで言うと何千人単位で関わってるわけですよ、本当はダメだともう成り立ってないぞということが分かってたのは何千人単位の人たちでも、この人たちはみんなそのこうやるために私腹を肥やすために嘘をつくんじゃないんですよ、誠心誠意会社のために誠実な人が頑張って頑張って嘘をつくんですよ、これがものすごく怖い、恐ろしいですね、
でも自分のポジションを守りたいっていうその支持の本もあったんじゃないの、支持私欲も。まああのそれはないとは言えないやな、ね、自分のポジションを守りたい、保身的なね、うん、ものはあります、うん、そうだけどその日本の粉飾決算ってあの事件化しにくいのはそこなんですよね、うん、アメリカやヨーロッパで粉飾決算あると、うん、絶対に関わったやつは途中で抜いてるんですよ、うん、だからもうそれで上お縄になるんだけど、うん、日本って粉飾やってるのに自分は抜いてないんですよ、うん、綺麗なんですよ。でお前何のためにあんなことやったのって言うと会社のためです。あ、分かる。結果として背任者になるわけだ。そう、うん、ここ悲しい。ちょっとすごくやっぱり私もそのなんかの質問なんですけども、その企業の問題以降にそのやっぱり原子力ってもうじゃあダメっていう話になるのか、うん、それとも、うん、あの例えば中国なんてさっきちらっと出ましたけども、うちがやりますぜみたいな、うん、あの意欲満々なわけですよ、うん、で中国の原子力企業がもう多分あのクビになった原子力技術、世界中の原子力技術者をね全部スカウトして、うん、自分とこに集めて、うん、もう世界最大の原子力、国家になろうっていうぐらいの気持ちでいると思うんですけれども、うんうんうん、そうなってくると、うん、そのまあ、それは中国はその今その原子力技術っていうものを持つことが国力そのものだっていうふうな仮想がまあありますけれども、うん、じゃこれからはもうなんていうのかな、例えば日本っていうのはもう原子力技術っていうものに見切りをつけちゃった方がいいのか、うん、それともやっぱり中国がその世界最大の原子力国家になった時に安全保障上とかさまざまな問題点からやっぱりそれを許さないようにその日本もう一回原子力立て直す、技術立て直すべきだと思うべき、そういう方向に行くのか、大西さんとしてはどっちだと思います？あの非常に逆説的なんですけど、経済的に可能性がないからこそ技術的には継続しなきゃいけないんですね。ほう、あのつまり、今54機あるわけですよ、はい、でこれは消せないわけですよ、はい、でこれを廃炉まで持っていかなきゃいけないわけですよ、うん、でそのためにまだあと100年やらなきゃいけない、うん、100年後に原子力が分かるエンジニアがいないっていうのは悪夢ですね、ですね、うんうん、それともう一つ中国で言うと、中国はその多分あの日本とかアメリカに比べて、その安全のハードルを極めて低いです。その通りです、ね、極めて低いところでとてつもなく危ないものをバンバン作る可能性があります、うん、でだからおそらく先ほど の, その堤さんと、ね、高田さんのお話にもありましたけど、その日本が核をやりたいよって言った時に日本独自でやらせたら危ないから、GE とウェスティングハウスを入れた、うん、それと全く同じ理屈でウェスティングハウスを入れてるんですよ、うん、アメリカは、うん、中国に、うん、要するに中国がオリジナルでやったら怖いから、制御できないわけでしょ、うんうん、だから教えてやるからこれでやれと言ってウェスティングハウスを入れた、そのウェスティングハウスが東芝の不手際で潰れてしまった、うん、これ非常にまずい。で中国がここから、うん、じゃあもうウェスティングハウスはいいからオリジナルでやるって言われちゃうと、そこのブラックボックスになるんだ、うん、でブラックボックスでおっかないあの原子炉が200できて怖い、ね、ドカン来たら、うん、ドカンと来たら何事じゃないですよね。黄砂が降るところには全部降りますから日本の、うんうん、もうプルトニウム降ってんだからね、うん、これ黄砂が来るところには来ますから、だから日本としても絶対に中国の原子力にもコミットしなきゃいけない、うんうん、ただこれをビジネスで正当化するのはものすごく難しい、もはや、うん、でなぜならば要するに8兆になっちゃうわけですよ、うん、でこれ8兆を電気料金で回収しましょうなんて言ったら電気料金一体いくらになるんですかと。でもその今までほら50何機作ってんのにね、その8兆なんてかかってないですよ。ないでしょ、うん、でしかもそうよ本当に。で例えばその安全対策って言ったって、うん、少なくとも米原子力規制がやってるのに、うん、そのもうその過去作った原子炉の値段をね何倍もしなきゃなんないような、うん、あの要素っていうのは一体どこにあるのか、その8兆円の中身が分かんないのよ。8兆円はまああれはそのマネジメントのミスなんですけどね、うん、単純に言うとね、あのとにかく30年作ってなかったので、あのエンジニアが全然いないんですよアメリカに、経験者が。でその数少ない経験者をつなぎ止めなきゃいけないんで、彼らに、大体1人当たり、まあ、月200万、月給200万ぐらいで雇ってるんです。読んだような気がするんですよね。で月給200万で雇った2000人のエンジニアが2年間全く仕事してないんですよ。要するにちょっと図面書き換えるまで待っててとか言って、でだけどそれクビにしちゃうとどっかチリチリになっちゃって、ま、次集めるのが大変だから、豊洲と同じだ。毎月200万ずつ払い続けながら、そいつらはあのカジノで遊んでるんですよ。
っていうような状態を、まあ、3年4年続けると、まあ、8兆ぐらいいくよねそういう意味か。恐ろしいことなんですけど、会社ってちょっと目を離すとそんな風になるのねっていう。だからやっぱり今一番の問題はその技術者がいないってことですよ。で日本でももう原子力って名前つけちゃったらその学部学生来ないですからね。ああそれ何とかでもしないと。そうだから何とかしないと。で僕が思ってるのはそれをそのサザエさんとかあのなるほどザワールドでごまかして入れて、うん、でお前は実は原子力やれっていうのはもう無理だから正面でジャパンニュークリアやれますよと。でなぜならばカクカクシカジカで必要でしょと。でまだしばらくは動かせるものは動かしましょうと、うん、でもそのためにはこれだけのお金がかかりますと。でこれは安全保障上もその原子力の技術っていうのはやっておいた方がいいと。いざという時に北朝鮮と中国と何が起きるか分かりませんだと、その時に日本は丸腰で本当にいいんですかという議論も全部表ですべきだと思う、うん、今ほら原子力規制はねそれこそそのエンジニアをその養うべき研究路ね、うん、あの大学の研究路から東海村の研究路に至るまで、うん、あれも今止めてるわけでしょ、うん、だから要するに僕は安倍政権っていうのは原子力には少なくとも前向きだと思うしね、うん、今あんな規制委みたいのをそのやって下手したらほら東海第二だって動かさないかもしれないみたいな、うん、とこまで来てるし、うん、国策だったらもっとやりようがあるんじゃないっていう感じするけど、うん、そのこれ彼ですよね、この今井この直哉っていうね、うん、この経産省から来てる、うん、これあの今井隆の息子ですね。そうです、あの新日鉄の社長やってた、そう経団連会長、うん、うん、でこれがあの日本の原発行政をあの、うん、要するに、うん、あと握ってるっていうかそれあの、うん、引っ張ってるっていうかね、うん、あのそこで僕聞きたいのはね、まあ時間もないけどこの間メイ首相が来ましたね、うん、それで その安倍首相とあれこれしてね、うん、でイギリスに2つ原発を作ると日本が、うん、日本が出てて作るって、うん、日立が ね約束をしたと、はい、でその時に僕はどういうその契約の内容になってるかわからないんだけど、例えば向こうで事故った時にね、うん、そのそれを補填する責任まで、うん、つまり貸し担保だよね、うん、貸し担保責任まで負ってるのかどうかとかね、うん、なんか契約内容を俺知りたいなと思うんだけど、うん、それで1兆円ぐらい被るっていうか負担するんですよ、うん、日本側が、うんうん、大丈夫かないとこれ、うん、だからそこが突き進むと日立は東芝の二の舞になります、ね、だからでそれ推進してるのが彼なんだよ、うんうん、そうなんですよ。だから安倍のニュースで彼はねこの本を読むと要するにその2番目のほら、うん、あの、うんこれでね、この要するに、うん、あのなんとかウェブスターのね、うん、損失が7125億だと、うん、分かった途端にさ、まだそんなことやってんのかと言ってガシャーと電話切って、でそれがだん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 フェードアウト、うん、それ豊島問題から、うん、やってくるって言うんだよ。これ書いてあるけどさ、うん、大丈夫かねこれ本当に。でも安倍さんの秘蔵っ子ですからね。だから戦犯っていうのは企業の中だけじゃなくて本当に経産省とか、うん、政権責任っていうのも問われてきますよね、うんうん、全くそうなんですよ。でも原子力発電っていうのはやっぱり日本の将来にやっぱ不可欠じゃないのかな、その廃炉がどうのって以前にね、うんうん、まあ、技術をどうしてもその維持するためにはこう作らなきゃいけないし、増やさな、あの、うん、運転させなきゃいけないし、作らなきゃ技術者っていうのは育たないわけだから、話投資はね、うん、全部売っ払っちゃうでしょ。あの半導体も売る、うん、それから白物も、それからメディカルも、うん、全部売っ払っちゃうだから、うん、ね、あと残るのは廃炉ビジネスだけなんですよね、うん、じゃあもう廃炉ビジネスって本当に情けないだけど、やっぱりねジャーナリズムの責任大きいよ。あの、うん、原子力船陸奥を潰したりね、あの文殊潰したんだって僕ものすごい問題だと思うしね。そうだよねあれ、うん、それがね、あれなんだろう、あのあれがあったんじゃないかな、なんか工作が。いや、まあね、私ね、それを思ってて、それはねジャーナリズムの責任ってのはその通りだけど、ジャーナリズムだけでね、あれだけのキャンペーンを張れるはずがない、うん、やっぱり何かの意図がないとね、その張れないはずですよ。あれ無知だから、だって、いやだから使われてるわけ、自殺させてるわけだからさ。いや僕はあの工作っていうこともね、我々は
ちょっとそれ考慮しなきゃいけないですよ。これが工作だと今断定する証拠はないけれども、もう高山さんのおっしゃる世界ですよ。世界腹黒いんでね、我々、いや日本はグローバリズム、グローバリズム、グローバル化、グローバル化って言ってるけど、どう考えてもアメリカも悪いやつだね。これ見てたら、ね、ハマいやつのも典型ですよ。もうだ、騙された方が悪いとかって言うけど、日本人純真でやってるのに、こいつだっていう感じですよね。いやいや、だからそういう心構えをね、まずグローバル化なんて推進するんだったらね、経団連もそういう心構えを持たなきゃいけないと。それからね、最初に高山さんがおっしゃったように、やっぱりあの政府を挙げて支援しなきゃいけない、その三菱の場合もね、東芝の場合も、総領事館とかが黙ってたっていうのはおかしいんでね、で昔はね、その民事不介入なんて言ってましたけどね、とんでもない、それはね、相手の政府なりそういうところやるときはね、堂々と出ていかなきゃいけないんですよ、あの大使館なり総領事館は、だからそういうそのマインドを変えなきゃいけないんですよ、それはね。あのビル・クリントンなんて本当性格悪いんだよね、やっぱりもうこっちも備えてさ、あいつら腹黒いんだって言ってやっぱりかかっていかなきゃいけないんだよね。今私ね、ちょっと今日の関連で問いますけど、どんどん今内部告発が流行ってるでしょ。内部告発が悪いとは言えないけどね、なんで今こう集中してね、あの、まあ、東芝から神戸製鋼ね、それからなんとか三菱マティアル、どんどん言ってるでしょ。これはなんかね、常識的に考えれば背景が何か意図があるんだと考える方が本来普通のはずなんですよ。だけど我々の通常のねマインドはそういうことじゃないんですよ。メディアが面白おかしくね、これ今度はどこだ、今度は神戸だけど、今度は何だってわーって言って、日本のものづくりの製品はどこへ行ったんだなんてお説教されてるわけでしょ。とんでもない。そんなことに乗ってたらね、日本は本当に韓国だったり全部持っていかれると。本当それがグローバル市場というもんですよ。少なくともね、中国報道では、もう福島さんなんかさ、やっぱあそこに進出した企業はみんなダメになるとか言う。いや、もうだけダメになってる。だからそういうのはっきり言うけど、アメリカについては言わないわけよ。アメリカの方が俺もっとひどい目ついてると思うよ、中国に出るより、アメリカは一応表向き民主国家フェアで法治の国だとみんな思ってるから、でもアメリカ人には外人 の, あの会社の運営はできません、できない、これは全くできないと思う。あのでそれをね、そのたまたまお金があるから買っちゃったっていうところがね、そのブランド商品ってみたいにさ、ハンドバッグならハンドバッグいいよ、靴なら靴でもいいけどね、それと会社経営は全然違うんだから。だから人間相手をするそういうものはね、特に外国とっていうのはね、私は日本人はねできないと思ってます。だからあの実際にやってるやり方見てもね、全て本社にお聞き伺わないと何もできないというね、そういう経営の方針でやっていくのはね、私は無理だと思う。だからこれあのお金があったから買ったようなもんでね、なかったら買わなかったもんなんですよ、こんなものは。だけどそれを経営をできるっていうね、日本人がね自分が国際化したという、なんかそのあたりのね、インターネット見たらいくらでも情報はいくらでも来るとかなんとか言って自分もと思うけど、非常にローカルなんですよ日本人は。そうね、それは間違い。それからもうマインドもローカルだし、言葉だけの問題じゃマインドもローカルだからね、人んちの国の会社をね日本人がね経営できると思う方がちょっとねヒブリスですよ、これはちょっと狙った感じヒブリスか、あの昨日ですね、東芝は6000億増資してるんですよ、でこれ増資に応じた投資家ってあの全部外国なんです。日本の資本は1円も入ってないです。で仕切ったのはゴールドマンサックスで、であのいろいろあのいろんな評判が立ってるあの、まあ、名うての投資ファンドを60社世界中からかき集めてきて6000億入れたんです。でその倒産しそうな会社にねあの出資するって本来危ないから、それのリスクを持ってる取ってるはずなんだけど、これ鉄板で儲かるんですよ。どういうからくりかっていうと、まず今の株価よりも 10% 安い値段で買わすんですね。それ以上安くすると有利発行っていうあのずるいあのインチキ発行になるんで、株主総会を開いて今の株主 の, あの同意を得ないとできないんですけど、それがあの株主総会を開かなくていいギリギリのディスカウントで、まず掴ませてる。だからこの 10% は間違いなく儲かるわけでしょ。でさらに、この先東芝が予定してるのは東芝メモリーを売却するじゃないですか、
そうすると売却した瞬間に2兆円が入るわけですね、うん、はい、2兆円キャッシュインすれば絶対株価は上がります、うん、でその時に2兆円入った時に、うん、の想定されてる株価は400円って言われてるんです、うん、そうすると、今270円の天パ割引250円ぐらいで買って、これが、あと半年で間違いなく400円にはなるんです。その瞬間に売り抜けるんです。悔しいの、なんか裏を書く方法ないかな。だから要するに我々も投資する我々も買えばいいんだよ。だそれでだから投資ファンド60社あのゴールドマンサックス筆頭にね、まあ、ざっくり5000億円を持ち帰りです、うんね、でその5000億円の見返りに東芝メモリーを買うときに買い手がついてなくて、そこに入るのは、産業革新機構のお金です、うん、つまり我々の税金がファンドに流れるだけの話です、うん、それも裏を向けないかな、あの極めて間抜けな話です。間抜けっていうか間抜けって言われるとしよう、なんか悔しいのみたいな。それを仕切ってるのはこの人 の部下です。今井で俺たちは日本のためにやってんだ、俺たちは東大出てみんな頭いいんだと嫌なやつらだな言ってるんですけど、それやっぱり結果だけ見るとやっぱあなたたちあんまり算数は得意じゃないよねっていう簡単に抜かれてますよね。なんかもうそれを聞くと本当に、でも裏を国際的に言うと金持ちになるとみんながむしるんですよね。むしる、いや金持ちじゃなくてもね、東芝みたいにその潰れそうなね、うん、で全く同じ手口で2000億円抜かれたのが三洋電機ね。三洋電機も潰れそうな時にゴールドマンサックスが入って3000億入れて、うん、であれ売ってこれ売ってこれ売って結局3000、うん、ゴールドマンサックスは2000億円を持ち帰り、よしはめたかだね、まさしくはめたか でボロボロになった三洋電機を、うん、もう食い尽くした三洋電機をパナソニックにガッと押し込んで自分はエグジ逃げて、でそのボロボロの三洋電機を、引き受けたパナソニックが今度は大赤字っていう、うん、誰のためにやってんだよ、そこまで分かってる人がいるのにどうしてみんな裏をかけないんだって、それを許してしまう。新聞にそういうことドーって出てくればね、もうちょっとその今安倍批判をやるようにさ、そうやってこの外資をケチョンケチョンにやるとかなんかできるよね。当然のことながらみんな分かってるわけでしょ、そういう結末になるってことは経産省も日本もみんな織り込み済み、まあいいかって思ってるわけですか。最初はそんなことになると思ってもいないんですよね。え、そうなの、うん、全然想定外だと思う。だって今まで産業もやったってから同じパターンでそうなるようなっていうのはみんな分かるんじゃないの。いや、頭の上下の話のね、それだけの大きな現象を抱えてるなんて誰も思わなかったでしょ。まあまあその頃は2000、まあ、10年も前の話だから、ね、さっきの話だね、その9.11 が発端だったっていうのは本当びっくりだね。でもあれですよね、あの割り腰神って言えばそうだけども、うん、あの世の中すごい賢いのがいるんですよ。これそれでアメリカの賢いって悪いんです。いや悪い、いやいや悪いんだけれども、でもそのスキームをやるのっていうのはね、もうそれはね、日本みたいに単一民族でやってきたようなところはね、ダメなんですよ。やっぱりね、切った張ったのやってきたねところはね、その裏の裏の裏を、だって国だって分かんないじゃないですか、表向きの交渉と裏何してんのかね、何人なんかなんか入ってきてね、なんか工作してやってるわけだけども、でもそういうのができない民族なんですよ、日本人っていうのはもともと。ね、しかしバブル崩壊の時に同じようにむしり取られて、またなんか同じようなことでむしり取られて、いい加減日本の会社学習能力ないんかいっていう。学習能力は本当だ、なんか落ち込んでしまうな、うん、そう悲しいんですけど、金融リテラシーとそれからテクノロジーのリテラシーが低いんです。分かんないんです。だから目利きがいないでしょ。だからそういう目利きで儲けてる、この技術は将来化けるぞって分かって張ってるのは孫正義ぐらいでしょ、うんうん、でそういうことがアメリカは金融にもできるんですよ。だから銀行が こいつは化けるけどこいつに貸したら焦げつくぞっていうのが全部分かって、うん、で化けそうなやつのところにドンドンドンと張ってきて、それが Google になりました、 Facebook になりましたって来るわけですよ。だけど日本のおじさんたちはテクノロジー全然分かんないから、金と権力持ってる人がその若いやつがこんなのできましたって持ってても、うん、なんかうさんくさいよねって話になって、うん、どけ、あの、ダメって跳ねちゃうんですね。だから技術が分かんないってことと、それからこういうその今の6000億のスキームみたいなね、金融のやつをゴールドマンサックスなんかはあれ多分ね2ヶ月ぐらいで6000億集めてるんですよ。すごいね。
日本であれだけの金を用意しようと思ったら、もうあっちの銀行とこっちの銀行とその財務省となんとかともすったもんだから3年ぐらいかかって、ああでもないこうでもないってやって、あげくにやっぱりやめとこうかみたいな話になるんですけど、そこのところはもう行くぞって話になったら6000億あっという間に、でもみんなだってそいつらの本社みんなケイマン諸島とかバミューダとかそんなとこばっかりですよ。こんなうさんくさいやつらに5000億を持ち帰りって尺だなと思うんだけど、でも残念ながら日本の金融機関にその短期間2ヶ月で6000億作ってって言っても、いやいや全然無理、うん、恐ろしい、ね、恐ろしいね。でもね、やっぱりね、言葉上もね、ナイーブっていうことはね、いいことだ、いい言葉だと思ってる日本人がいかんのですよ。特に女性なんかね、いやー、まあ、僕のガールフレンドは非常にナイーブって言ったら、ものすごくなんかいいように思ってるんだけど、社会あのね、あの世間知らずのバカだっていうのが外国のあれなのに、そこのナイーブっていうところがすごくいい、あの人すっごくいい人よって言ったら、あんまり付き合わない方がいいかもしれない、はっきり言って。なんか楽だな。いやいや、なんかちょっと悲しい気分で終わっちゃった。ね、ちょっと暗くて。暗いね。でもまあ原子力技術は頑張んなきゃいけないということはよくここで。まだ必要でしょう、やっぱり。だからこそ必要だという。そうですね。いきなり再生エネルギーには飛べないので、まあ、いずれ再生エネルギーに行くんだと思うんですけど。行きます。行くと思います。そこはもう始まっちゃったら技術っていうのは転がり始めるので。うん、でもドイツだって22年再生だっていろいろあるでしょ、うん、再生だっていろいろありますよね、風だなみたいな、ね、そうですね、秘密だ、はい、なんとかってね、うん、何がいけるって言うんですか、まあ、風力が一番風力硬いですね、寒暖日本今ヨーロッパは、うん、ヨーロッパは陸にないです、洋上30キロのところにダーッともう神殿みたいに立ってて、そう全然音も関係ないし、景観も損ねないし、ヨーロッパ台風来ないから、もう一つはそれから言うと、うん、あれですね、蓄電池の必要さっていうのがこれからもっと出てくると思います。大量の太陽量の、そうです、蓄電池がないと、それが難しいよ、だからそれだけでかいやつはノーベル賞、でももう出来かけてます、アメリカだともうテスラっていう電気自動車の会社、彼らは今太陽光パネルと蓄電池と電気自動車をセットで売ってる、うん、でだから自分の家の屋根で発電してそれを自分家の電池に貯めて、うん、で帰ってきたらそこで充電する、うん、そうするとこれでもう完全にサイクルできちゃうんですよ、うん、で普通に走る通勤とか買い物とかぐらいの電力だったらもうそれで作れちゃうので、うん、あなたはもう二度とガソリンスタンド行かなくていいですよと、うん、いうところはできてきてて、ね、400キロくらいできるって言ってますもんね今ね。蓄電池ができると何がすごいかっていうと、今電力っていうのはもうご案内だと思いますけど、基本的にピークに合わせないとダメなんですね、うん、ピークのところでその真夏にみんながクーラー入れて涼しい部屋でガイスコーヒー飲みながら甲子園見てテレビつけてるっていう状態のこのドピークで飛ばないように原発が火力だって構えてるわけですよ。でそれは貯められないから常にこの能力を持ってなきゃいけないわけですよ。だけど、貯められるようになれば夜中の使ってない時に貯めといて、その昼間の甲子園見てる時はその貯めた電気を使えばいいよって話になると、この山がこうなるんですよね、需要が。そうするとこのピークを3割以上減らせるんですよ。うち使ってますよ、理論上夜間電気をちゃんと入れて、蓄電して新しい、うん、燃えない、はい、リチウムの入れてます、はい、進んでますね、はい、入れてます、すごい、うん、でもまあそうなってくるとやっぱり中国有利になってくるのかな、蓄電池だったら。さて、最後の最後だね、時間的に、ね、結局東芝、まあ、さっきね、はい、増資したと、うん、増資して、うん、東芝っていうのは結局ハイルビジネスだけですか。そうですね、今のところそうなりますね、うん、まあ、社会システムって言ってますけど、うん、まともな塊としては原子力ですから、それで生きていくしかないと、うん、今の従業員の数必要ですか、うん、いらないですね、技術者が必要なんで普通のサラリーマンはもう、うん、どれぐらいに削減ですか、半分、3分の1ぐらい、10分、どうでしょう、これは難しいね、もう10万人切るぐらいにはなってるんでしょうけど、あれも売ってこれも売って、ね、でメモリーを売ると、うん、さらにガバッと減りますね、2万人ぐらい減るんでしょう、それで、まあ、7、8万になって、うん、それでも、まあ、まだ2、3万多いっていう感じですかね。でも今2万人で売ってっていう、その売られた人はその2万人そこで働けるわけ、
じゃないと思う。一応働けます。そう、特にメモリーなんかは儲かってますから、あの首にはならないとか、メモリー売るのが分かんないですけどね、うん、普通悪いの残していいの残、あの悪いの売っていいの残すだろうって言うんだけど、東芝逆やってるんですよね。いいの売って悪いの残っちゃって、なんか騙されてるんですかね。まあ、それは要するにお前らはあのどんなに辛くても歯を食いしばって原子力をやれというふうにこの人に言われてるから、うん、なんでその人の言うことそんなに聞くんだろうね。まあ、もともと会社の生い立ちがそういうあの国の言うように、おかみの言うこと、まあ、西田さんに直接インタビューした時に、あの震災の直後だったんですけど、うん、あのこういうあの離脱があったと、あの大企業って何ができるんですかって聞いたら、その俺たちは実行部隊だからなと、政府が決めてくれればコンパクトシティだろうがスマートシティだろうがお望みのものをすぐに作ってやるぞ、で我々実行部隊であると、うん、そこはね、もうものすごいはっきりしてるんです。要するに決めてくれたら僕やるから、うん、決めてお金つけてくれる。そうで、その決め手が原子力だって言われてるから、うん、じゃあやりますと、うん、だからあなたたちは自分たちでやりたいことはないんですかっていうか、経営者の、うん、なんていうのかな、その役目っていうのも完全に放棄してる、ね、放棄してますね、うん、やっぱそれがサラリーマン企業ですよね、うん、創業者がいたら俺はこれやりてんだって、本田総一郎に俺は車作りてんだ、俺は飛行機作りてんだっていう人がいればやりたいことがあって、それをにこう引き寄せられるように人と金が集まるんですけど、うん、こうもうそういう人がいなくなってサラリーマンだけになっちゃうと、自分たちが何したいか分かんなくなってるんですね、うん、それこそあれじゃないですか、うん、そしたら会社全員がアイヒマンなんですよね。そうですね、そうですね、働き人、そうですね、うん、そのちょっとそれでどうぞクローズしてください、うん、はい、だからアイヒマン の本を書いた、ハンナ・アーレントが言ってますけど、悪をなすのは悪人ではないと、思考停止の凡人であると、うん、アイヒマンのことを凡人だって言ったんですよね、あれはただの官僚でしょと、小さなつまんない男ですよと言って世界中のユダヤ人を敵に回したんですよね、うん、あのアウシュビッツで、ね、何十万何百万の同胞をあのガス室に送ったこの男が巨悪でなくて何なんだと言ってユダヤ人は怒ったんだけど、現物のアイヒマンは本当につまんねえやつだったというふうにハンナ・アーレントは言ってるんです。だからこれも8兆円の損を作っちゃったどんな巨悪なんだって思うんだけど、実際にやったのはその鉛筆舐めた時に達成感を感じたつまんない親父、うん、こいつらが寄ってたかって八丁に作っちゃって穴開けちゃったっていう話なんで、やっぱり思考停止になっちゃうっていうのもものすごく怖いですね。だから一人一人が本当に今やってることは正しいのかと、俺はこれでいいのかって考えてればこんなことにはなってないわけですよ。だけど19万人の人たちが全員思考停止をして、俺は会社のために頑張ってるんだと、それはそうなんでしょうけど結果としてこんなことになっちゃったんですけどって言っても、いまだに僕昨日も東芝の社員と飲んでたんだけど、いまだに東芝は大丈夫だと思ってるし、そんな悪いことはしてないと思ってるし、すごいなと思いました。でもそれ旗振ったのはトップでしょ、会社のために頑張れ、お前たちは会社精神を乗っ取ってちゃんとやれっつって、うんね、それで合宿でもやって、うんね、東芝なんてやってるわけじゃないですか、うんうん、洗脳されてるわけでしょ、ある意味で。そうですね。ね、そうですね。だから会社がその小さい宗教になっちゃってるわけでしょ、ある意味で。そうですね。ね、日本っていうのは。そうですね。だから、うん、そこからよその会社に行こうなんても思わないし、うん、ちゃんと勤め上げてっていう感覚だから、うん、ある意味での宗教ですよね。宗教です。で、それが教祖ってなるとみんな聞いちゃうんですよ。うん。だけど信者にも辞める自由はあるはずなんですよね。でもそこが隣に行けない日本の企業の日本の社会的なあれで、ね、私こんだけできるから雇ってよって言ったって、前どこにいましたか、東芝でしたとか何とかでしたって言った時に、横のそのモビリティがないから、そう、まあ、そうなんですね、だからみんな窒息しちゃうんですよ、純粋で頑張るところは反対にね、見てるとね、モビリティで持ってくるものを持とうとする日本人が少ない、売れるものをもっとその背中に背負ってね、うん、次に行くってのがないんですよ、うん、で私だからね、鍵の横ばいって言うんですけどね、うんうん、行く時はね、また同じ職種を違う会社でするわけで、うん、上のモビリティっていうのはほとんどみんな考えてないような気がする、うん、もう1000円こっちの方が多いから、
そっちに行くっていうね、カニの横ばい的転職って私言うんだけど、そこまで日本人を腐すことはないよ。いやいや、腐すことじゃなくて私は残念だと思ってるわけで。ところでトランプから8兆円の請求書が聞いた時は、東芝が払えなかったらじゃあ日本政府が払いますって話に。いや、やっぱり米国を訴えればいいんだよ。いや、東芝には払えないかで、あのというか、あの東芝が払うしかないんですよ。だから東芝を通じて払い続ける、窒素みたいなもんですよ。うわ、だから東芝潰せない。あのお前らが悪いんだとかってね、訴訟起こせないのかな、アメリカも騙したやつが悪いんだみたいなね、本当に。でもね、でもそれもやると思いますよ今。あの、ウェスティングハウスに FBI とか、あのみんな入ってますから捜査が、でこれもう8兆円だから、仕事しないで月200万円もらってた、そのそいつが詐欺なんじゃない、横領とか詐欺じゃないのっていう、払うこと自体がだって背任行為だもん ね、 ねえ、どう考えて、まあね、これあの今までいろいろ話して、その話足りないところっていうかな、これ皆さんね、これちょっと読んでみてくださいよ。奇怪な人物が出てきますね。田久保田美宏とかさ、佐藤良次とかね、なんか奇怪な人物が出てくるんだ。これバイプレイヤーがね、いや実はバイプレイヤーじゃねえんだ、本当主役なんだよね、この田久保の兄貸しなんていうのはね。まあそこら辺、あの、ここは詳しく、読みやすく書いてありますからね、これあの読んでみてください。鈴木、はい、さんが書評してくださって、私が運よく話を伺う、これ根本的な日本の問題だと思います。いや、本当ですよ、まあ、ありがとうございました、本当に。はい、今日はありがとうございました。大西さん、あの鈴木さんの読み方ご覧ください、あの伏せの。ありがとうございます。もうこれも身の縮もむ。あの福島香織の新刊が出ました。11月29日に発売しています。書店に並んでいます。習近平政権2期目に入って、中国が一体どうなるのか、この間秋にありましたあの第19回党大会がどういった、内容であったかっていうことをいろいろ分析しています。真面目タイトルが結構中国の悪夢を習近平が準備するというちょっと真っ赤なおどろどろしいタイトルの本になってしまいましたけれども、中身は、かなり、詳しく、事実をこう系列的に整理して、説明していると思いますので、真面目に、中国を知りたい方も、ちょっとあの寝転んで中国を知りたい方も両方ともあの楽しめるように作ってます。ぜひ、お読みくださいませ。今回は、3冊、プレゼント、あの視聴者の皆様にプレゼントしたいと思いますので、ぜひ応募してください。よろしくお願いいたします。行さんにも、うん、よくできた本ですよ、読みましたよ、昨日おととい、ありがとうございます。行さんにも送ってます。うん、よくできた本、ね、たくさんいい本があるんでね、なかなか行さんに選んでもらえないと。はい、じゃあ、はい、ありがとうございました。